さあ今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。元気にしてます。はい、元気だです。いや、二人とも好きそうだな。何ですか。物のデザインや設計とかって興味ありますか。いや、あれさ、デザイナーとかって憧れるよね。憧れますね。車のデザインとかさ、よくもあれだけ魅力的なものを生み出してくるなと思って、買いたくなっちゃって困っちゃうもんね。そうですよね。立体的なものを想像してさらに作るって本当にすごいものことですよね。あやのちゃんは何か思い出あります。デザインですか。デザインしてみたいの、デザインしてみたいというか、服とかあるのか。あ、服もそうですけど、私アクセサリーが結構好きなんですけど、持ち運ぶときに持ち運ぶ袋みたいなのって全然なんかうまく入れられるものがないので、自分でデザインしてみたいなとか思ってます。アクセサリーね。はい。入れ物、ね、ものを作るってすごくワクワクすることだと思うんですけど、そこで今回ご紹介するのは、さまざまな分野のデザインや開発を行っています、こちらの企業様です。デザイン、それは目に見える色や形だけでなく、物事を構築する上で重要な役割を果たし、理想を実現へと導く大きな指針となっている。そのデザインの位置づけを組織の体制や経営の構想など、あらゆるビジネスの礎として捉え、次世代につながる商品を生み出し続ける男がここにいる。株式会社フォルム代表取締役社長松本保。これまで携わったプロジェクトでは、医療、航空機器をはじめ、私たちに身近な生活用品まで幅広い分野の作品を手掛ける一方、自身の経験で得た知識を武器に、営業戦略から生産販売のコンサルティングまで、多岐にわたった事業を創造し続けている。今回はそんな松本保をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。ちっちゃい頃からこうなんか作るのとか絵を描くのが好きだったとか、そういうことですか。そうですね。かなり身の回りのもの、当時ですので身の回りのものでいろいろ作ったり、父親がやはり作ったりするのが得意で、まあ、今思うと、どうかなと思いますけれど、子供ですのでもうすごいっていう感じはかなりありましたね。ですから自分もそうなりたい、まあちょっと大きくなったら負けたくないと、それ以上になりたいっていうふうには思ってました。この視野にいつもこういう楽しそうなものがあるから、はい、どうしてもそこの話を伺いたくなっちゃう、ね。はい、ぜひちょっとご紹介いただいてもいいですか。そうですね。はい、まあ、これは私どもがニューヨークのオクソという、はい、知ってます。うちにもありますか。はい、ありがとうございます。はい、まさにありますか。パコって押すやつ、これがもう10年ぐらい前に開発をしてですね、こうやってここでこう開くと、はい、まあさまざまなサイズがあるんですが、まあどこででもこう開けられるというのが、はい、この特徴なんですね。こんなことやらなくていいのな。はい、そうです。機能的だし、おしゃれだし。そうですね。まあ、密閉容器は、まあ、そういうのもずっとやってきた経緯があるんですか、世界のですね。あ、そうですか。はい、そういうのの中でやっぱり次世代の、新しいものを作っていきたいと、誰もが使えるものにしたいっていうのがあるもんですから、はい、独創的なものを作っても、みんなが使ってくれなかったらとか、便利に思わなかったら、そうですね、それはダメなわけですか。ダメなわけです。はい、イメージだけではダメでですね、使えるもの、私たちのデザイン会社というのは半分以上は実験をしておりますので、そういう実験の積み重ねと形としてのものを融合させて設計をしていく、構造を考えていく、そういう追い方をするんですね。やっぱり積み重ねなんだな。ね、あったから便利だけじゃダメなんですね。ダメです。はい、やはり日本の企業が一番大事なのはそこかなと思うんですね。技術的にも品質的にもすごく優れたものは出すんですが、やはり、感動する、持っていたい、持っているだけで幸せになる、まあ、当然使ったら素晴らしい、こういうものを作るというのがあります。今だと年間30種ぐらいでしたっけ。ですね、プロジェクトがだいたい一月あたり35プロジェクターぐらい。今はそれだけ
たくさん手掛けてらっしゃるフォルムさんですけど、でも最初開業当初は習志野の県営住宅の一室でスタートされたということなんですよね、はい、そうですね、実家のすぐ近く県営住宅 3DK の一室のですね、それもタンスのある部屋ですので6畳の中にタンスがいくつか入ってますから、うん、子供もまだ小さい時だったので、はい、もう机があってパソコンがあって加工する機械があったらもうほとんど動くのは大変と、そういう感じで始めました。デザイナーとして独立した松本に立ちはだかった壁、それはデザイナー一筋で歩んできたものだからこそ迎えた試練であった。笑われるかもしれないんですけど、私が大変だったのは実は電話をすること。ほう、最初に勤めた会社とかで、おもちゃ会社のデザイン部門、研究開発部門ですね、外との接触はほとんどないですね。電話の取り方もわからない。でも一人で最初始めましたので電話をしなければいけないですよね。電話がかかってきたと、欲しいと言われて、30分ぐらいかかりました。何を話していいかわからないんですね。作るだとかそういった方法はもうすごく得意なんだけどもっていうね。はい、ですので、私はその時思ったのはやはりデザイナーである前に社会人じゃないと、ビジネスマンでないとこれはダメだと思いまして、自分は仕方ないかもしれない、私自身はここから昔に戻れないですからここからやるわけなんですが、新しく入ってきたまだみんな新人ですねの時は入ってきた人たちにはそういう思いはさせたくないということで研修をですね、さまざまな研修をやって困らない人を作ろうと。女性社員の働きやすい環境を目指し、千葉幕張新都心に託児所のある事務所を構えた松本。スタッフをはじめ人とのつながりで感じた地域活性の重要な役割について聞いてみた。幕張新都心の、はい、そうですね、地域の活性化、これもデザインですか。はい、そうですね、やはり幕張はですね、東京湾に面してまして、はい、日本一長い、砂浜があるわけですね、海浜があります。あそこ日本一長いんですか。やっぱり日本一長いんです。人工の砂浜って、人工砂浜ですよね。ただ寂しいんですね。寂しいです、はい、何にもね公園がちょっとあるぐらいでね、はい、それで富士山が見える、夕日がちょうど沈んでいくと、自然の景観資源としても最大のものを持っているわけですね。海外のインバウンドのことを考えていったらですね、富士山と海と夕日とかっていうのは最高にいいわけですね。でもそういう部分が生かされていない。あと幕張メッセもありますし、野球場もありますし、さまざまな公園や施設、美術館もありながら、それが連動していない。そういう部分をやはりもっと活性化したいということと、子どもたちが、ね、にぎわう、それと働いてる人たちが海を楽しむ。海外では、よく私もいろいろ出張先で見ていくんですが、東京湾でしたらたくさんの魚も取れますし、魚が取れたらさまざまなその町で、たくさんのレストランがあり、そういうふうなフィッシャーマーズワーフとかたくさんあるわけですね。でも東京湾沿いにないと思います。何にもないですよね。ということはこれから作らなければいけないし、まだその千葉にはそういう残された部分がたくさんありますので、ましてや幕張メッセがあってですね、たくさんの人を呼べる状況というのが残されているわけですので、それに対して地域のさまざまな企業の経営者の方に声をかけて、それを集めて4年前に幕張新都心マイス IR を、マイス IR 推進を考える会ですね、を立ち上げまして、正面にそれこそ未来予想図じゃないけども、見ながらお話をね、お伺いしてるんですけども、はい、たくさんのですね、やはり、海外からのお客様を飛行機で今お招きしているわけですね。それと船では
横浜港があるんですけど、これだけの大都市圏またはその東京オリンピックパラリンピックを迎えるにあたってですね、空ももうかなり限界に近くなってきてますので、そうですよね、大型客船クルーザーですね、10万トン15万トンを入れていかないと日本のインバウンドをこう大きく上げていく、そういうふうな日本が持つ資源を活性化してその観光資源で豊かになっていけるものを持ってるわけですので、ぜひそれをやはり幕張を中心とは言いませんけれども、その東京湾を含めてですね、やっていこうと。ぜひ浦安の私は浦安に住んでますし、浦安の関係もさせていただいてるんで、ここにつながったら面白いと思うよね。そうですね、今国の方たちとその東京湾全域のですね、どうやって活性化させるかということで一緒に研究はしております。また絵本の音楽会というプロジェクトがあると伺ったんですが、これはどういったものなんですか？そうですね、ワクワクしてものを考えたり作っていく想像するというのが非常に少なくなってきてるんですね。豊かになってものを完成品を与えられてしまって、それをもう一度小さい頃から変えろと、変えていこう。あとやはり図書館を使う子どもたちが少ない、本を読む子どもたちが少ない、そういうものをですね、やはり小さい時の楽しいな感動するなというものをですね、絵本の時代からやっていきたいということで、絵本の作家さんとあと音楽家の方に協力をしていただいて、その自分の書いた絵本を音楽とともに、両方楽しんでもらう子どもたち、そういうものをですね、毎年やっております。何かこう違う発想が生まれそうじゃないですか、今のお話を聞いていて、子どもたちが全部同じように何かこうルートの上でビャーってレールの上で行っちゃうっていうのは、今非常に僕は、ね、子どもたちに携わってるけども、もったいないなと思う。今なんかもうムズムズするね、俺は感動するね話を聞いてて、ですから、まあ、創造的な形を できるような、まあ、子どもたちのそういう教育というのも小学校なんかではやっているんですけれども、またそれとは違った形でこういった絵本の音楽会というのをですね、まあ、情緒の部分と芸術の部分をですね合わせて、はい、まあ半分はお父さんお母さん来て楽しんでもらってるんですけれども、まあ自分が子どもの頃ですね、まあ優しくなれますし、そういうふうなものを広めていきたいなと。観光と産業の結びつきをテーマに、地の利を生かした統合型リゾートの誘致をはじめ、MICE IR を考える会の共同代表として新たな未来をデザインし続ける松本保つ。そんな男が心に記す格言とは、夢なき者に成功なしと、これは吉田松陰のですね言葉なんですけれども、私は講演の時にもいろいろ大学の時も使ってまして、やはり夢ってなかなか持ちにくい時代ですけれども、人間は夢を持つ以上のことはできませんので、それが百何十年も前の方言ってるわけですね、そういう言葉が今の日本を作り上げてくる人たちをたくさん生み出しましたので、もう一度そこに帰りたいなと、はい、いやー素晴らしいお話を伺いましたね、本当にもうますますのご活躍期待しております、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。どうも。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。不確実な未来に挑む起業家のアニマルスピリッツこそ資本主義にとってのエンジンだ。これは近代経営学の祖ジョン・メイナード・ケインズの言葉である。
どんなに先行き不安な時代であっても、それを打ち破り新たな変化を生み出す。現代の起業家にはそんな野心的な精神が求められている。そこで必要となる知識と情報を提供し、国内外における起業家の支援、税金に関するあらゆる手続きまで専門性の高い技術で様々な局面でサポートを行っている男たちがここにいる。武蔵野税理士法人代表社員税理士奥村匠、社員税理士静間俊一。タイプの異なる2人がタッグを組むことで幅広いニーズへの対応を実現。クライアントの将来を見据えたゆりかごから墓場までのサポートを理念に、今なお事業の発展を続ける。今回は奥村匠と静間俊一の2人に詳しく話を聞いた。奥村さんはなんと元銀行員だと、はい、いうことなんですが、はい、ええ、はい、私は大学を卒業しまして、うん、そのまま銀行に就職いたしまして、うん、約11年弱ですね、あの銀行の方に勤めておりました。でそこでそちらを辞めてこちらの業界の方に、まあ、移ってきたと、こういうことでございます。出会ったんですね。そうですね、そういう出会いが。その頃はまだ本当奥村も資格がなくてですね、一から税理士事務所の勉強したという、そういう時代がありましたですね。なんで銀行員からガラッと全然違う道に進んだんですか？お金つながりっちゃお金つながりなんですよね。実は銀行員の時代頃はですね、うん、約11年いたうちの2年間は融資の業務をやりまして、うん、で残りの9年間というのは国際業務をやってました。でそのうちの2年間、アメリカに留学させていただきまして、いわゆる MBA というのを取ったんですけども、その時に非常にアメリカでですね、そのいわゆるその起業家がものすごく活発に活動されるというのを目の当たりにしまして、まあ、ぜひそういった人たちをサポートしたいという気持ちが強くなってきまして、それでまあ帰国してまた海外の関係の仕事をやってたんですが、まあ、ある時思い立ちまして、もう銀行退職して、でそういった仕事をやるにはどこがいいかと考えた時に、やはりこれは税理士かなと、特に中小企業のアドバイザーとして、お役に立てるのは税理士じゃないかなと思って、まあ、実は一からこの道に入ったということでございます。でもそこでお互いの何か合致するものがあったんだね、うん、国際のね、海外のことも知っていてっていう、そうですね、うん、そういったところやっぱりありましたか？我々、まあ、国内だけではなく、これから海外に目を向けなきゃいけないという時に、そういうキャリアがある奥村が入ってきたおかげで、入ってすぐにもちょっとね仕事をしてもらったという。英語ができますんで、私の友人で海外から代理店になりたいというところがありまして、すぐにいろいろとやっていただいた、通訳をやっていただいたりして、うまくまとまったという、そういう事案がありました。素晴らしい出会いだね。続いては国内の起業家支援だけでなく、海外からのクライアントサポートにも従事し、一人一人に合ったサービスを幅広く提供する奥村と静間、その2人が担う役割、そしてその強みとは。やはり静間はもう地元で33年以上この業務をやっておりますので、うん、まあ、地域に非常に根ざした、活動がやはり得意な分野ですね、うん、ですから地域で例えば起業される若い方のサポートをしたり、はい、あるいはその個人の、まあ、地域で、の資産家の方のお手伝いとかっていうのは非常に多いんですけども、私の方はやはりそれに加えて、まあ、国際的な業務のサポートをさせていただくとか、まあ、やっぱり元銀行員ですので、お金の話は、多少土地勘がありますので、資金調達のお手伝いをさせていただいたりというような、まあ、なんとなくそういう分担が今できているような形になっております。一人のお客様に二人で、うん、ね、そうですね、そこは全然違うね。こっちが例えばお客様と、ね、していくときにさ、受けるあれが違う、印象がね、うん、2人がかりでっていうのは悪いけど、いや2人のこのアイデア聞けるのかっていうさ、うん、違うアプローチからいろんなお話が聞けたらいいですよね。どっちかと私は泥臭い方ですけども、いやいや、奥村はもうね、海外に行ってるから洗練された。いや両方必要ですよね、うん、日本式もあるし ね、 そうですね、日本しかないところありますよね、いっぱい、はい、そうですね、違いが、うん、あ絶対あると思うな、うん、
先ほどもこう通訳をすぐお願いしたなんてお話ありましたけど、はい、最近のお客様でこうお話しいただけるような事例って何かありますか？今は日本のお客様も海外に出ていく必要性が非常に高まっています。それから海外の方も日本に来て日本で例えば現地法人を作るとかですね、起業するという方も増えてますので、つい先週も実はインドのお客さんが来られましてですね、インド、はい、私ども事務所で、打ち合わせをさせていただいたというのがございました。それもありますし、今は例えばアメリカの会社の、ね、日本進出とかっていうのも少しお手伝いさせていただいたりとか、そういうこともあります。また個人の方もですね、今非常に海外に住まれる方も多いので、そうすると、アメリカに住んでるんだけどもご両親が日本にいらっしゃって日本で亡くなったので相続が日本で起きたとかですね、難しい、で逆のパターンももちろんあるわけですね。ですからそういう意味では非常にそのグローバルな展開というのがやっぱりもう我々も非常に身近に感じているようなところがありますね。私が相続の案件でやった案件で、はい、その人は海外に住むことになりまして、はい、財産が日本と海外にアメリカに両方あるという場合、やっぱりアメリカの財産どうしたらいいかということはやはり奥村に聞いたりとかいうことでね、非常にやっぱりルールは全然違うもんですか。違いますよね、はい、全然違うんだよ、はい、ルールってね、難しくて絶対お願いしないと解決できないですよね、うん、こう武蔵野にこだわっている理由ってありますか？やっぱり創業の地ということとですね、うん、それから私も非常に武蔵野、まあ、町といえば町で言えば吉祥寺ですけれども、はい、吉祥寺が好きで、ここでやっているということもありますので、やっぱり ここにはこだわっていきたいなと、うん、で本拠は吉祥寺に置いてそれでまあグローバルに展開していきたいなというそういう思いがあります、うん、吉祥寺いいとこですよ ね、 ねいいとこですよね。私もですがこの吉祥寺で起業するっていうのを昨年、うん、この電子出版で作りまして、まあ、冊子の方もね一応作っていただいたんですけども、これ私がずっと吉祥寺でこう関わってきた30年間、はい、一応仲間なんかいろいろインタビューしながら作ったというそういう吉祥寺にこだわって起業しましょうという、そういったのが一冊にこう込められているようなそんな小冊子になってますね。住みたくなる街吉祥寺ってのが、ね、そうですよ、人気ナンバー、ね、ワン、ツー入る都市ですからね。マイケルしてほしいですか、はい、あそういうとこだよね、はい、そうですよ、かわいいんだいいねほっとするねって感じ、はい、吉祥寺で愛される会社昔から住んでらっしゃる方もいますし若い方も多くいらっしゃいますよ ね、うん、すね、吉祥寺、まあ、住みたいけどなかなか土地が高くて住めないという場所でもあるんですよね、うん、で企業もそうですけども家賃高くてなかなかね、はい、できない。それでシェアオフィスというのを私も始めたんですけどね、うん、シェアオフィスですか、シェアオフィス、はい、あお互いにシェアして、そうですね、うん、お互いがいいところを持ってることを今回ちょっとパネルでご用意いただいたようなので、それを見ながらさらに、はい、お互い同士に、そうです、そうです奥村さんから見た静間さんはこんな方ですということで、あなるほど、はい、いろんなあれがチャレンジ精神にあふれているっていう、うん、やっぱりそうなんですか、あそうですね、新しいことに意欲的に取り組むところがありまして、例えば先ほど申しましたシェアオフィスなんていうのも、うん、結構な設備投資もしましてですね、反対する人もいたんですけども、チャレンジ精神でもうやるぞということで乗り切ったというのもあります。やっぱりすごくこう難しければ難しいほどどんどん前に進もうというそういう気持ちの非常に強い人だなという気がいたします。昔からやっぱり昔からそうですね、あそうですか新しいもの好きでありこう絶えずこう挑戦してないと自分の気持ちの中で収まらないというか、まあ、一個大体をできたらまあ次のことっていうそういう精神、それが成功するしない関係なくね、なんかそういう気持ちがありますね。絶えずこう挑戦し続けるという感じですかね。出会った時もいやお互いが必要だって言って、うん、もうバーンとそれですぐ組んじゃうわけだからね、うん、そして役の立場、ね、静間さんから見た奥村さんはこんな方です、はい、こんな方です。堅実な経営手腕を持っています、うん、そうですね、やっぱり銀行に長くいたせいか、やっぱねお金やっぱり一年でも合わないと気が済まないという石橋を叩いても渡らないぐらい堅実なところがありますね。ちょうど私が突っ走るのとちょうどいい具合でこう言ってるんじゃないんですかね、うん、だからそのバランスなんでしょう ね、うん、お互いにこうないところをうまくカバーし合えるっていうね、そうですね、ゴールキーパーとディフェンスラインみたいな素晴らしい、そうかお互いがこういうのを書くっていいね、うん、いいです ね、うん、ね我々書いたら悪いとこばっかりそんなことないです、いいこと書きますよいいこと書きますか絶対ないと思うけどね
仲間がどんどん増えて、そうですね、はいはい、お二人のいい雰囲気もどん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 皆さんに伝わって、はいはい、そうなればいいですね。社風になるよね、そういうのいい雰囲気になるよね、うん、そうですよね、はい、そんな武蔵野税理士法人さんの今後の目標というと何ですか？はい、先ほども申しましたやはり吉祥寺に本拠を置く、総合的かつ国際的な税理士事務所を作っていきたいなと思っています。でそのためにはやはり規模もある程度大きくしたいですし、人材育成もしていきたいと思ってますし、まあ、とにかく吉祥寺にはこだわってですね、大きくなって国際的になっても吉祥寺に本拠があると。特別な思いがありますね、やっぱり、ね、そうですよね。これ何なんでしょう、その生まれ育ったところでもないと思うので、ねまあ、私は割と近い、生まれて育ったのは山口県なんですけどね、山口県、はい、やっぱり吉祥寺でこうオンリーワンナンバーワンになりたいとなりますね、はい、ここで武蔵野税理士法人と聞いたらあそこねと言われるぐらいになっていきたいなという、なるほどね、そういうネットワークは今だいぶできつつあるかなというところですね、地域一体なんだよ、だから ね地域の中に必ず、吉祥寺を拠点に地域に根付いた活動を始め国際的なビジネスに至るまでさまざまな事業を展開し続ける奥村匠と静間俊一、そんな2人が心に留める格言とは。頭のいいものが生き残るのではない、変化するものが生き残るというのが私は大好きな言葉です、うん、その心は、私どものこの税理士の業界というのは ある意味保守的なところもありまして、なかなかこう変化をするのを受け入れないという傾向があるんですね、うん、でもそうしているとやっぱり世の中の流れにこう合わなくなってきて、今いわゆるガラッパゴスのような状態になりかねないので、私はとにかく変わらないといけないと、無理してでも少しずつ変わっていこうということをいつも頭に入れて仕事をしておりますので、この言葉を一番今は気にしているというところでございます。静間さんはいかがでしょうか？私は一期一会といいますかね、やっぱり出会いが非常に大切だなと思ってますので、一回の出会いをね、袖すり合うも多少の縁というか、それもすごい一生の縁にしていきたいなというぐらい、私出会いを大切にということで一期一会というのを私大切に思っております。いや、はい、お二人の格言もそれぞれ対照的であるね、はい、書いてたパネルと一致するところもあって、うん、あ、そうですか、すごく面白いです。なんか素晴らしい、うん、いいコンビネーションを見させていただいたような気がしますね、はい、本当にね、はい、今後のますますのご活躍が期待しております。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。ただでさえ困難な物件の高値売却、ましてや赤字を垂れ流すだけの物件など、結局安く買い叩かれるしかないのでしょうか。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、万年赤字物件を驚異の高値で売る方法。この本を書いたのは富士企画株式会社の新川義忠さん。不動産投資会社入社後、トップ営業マンとして1000件以上の物件を売買してきた新川さんが、売りたくても売れない物件のオーナーさんに宛てた一冊です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。